チャーリーとエドナの美しい物語。チャーリーはエドナに恋をしていた。山は永遠に眠る。しかし山はとても高く遠い。とりわけエドナは5286メートル。そしてチャーリーのための冒険が始まる。ノルウェーの森の中の追いかけっこ。エドナ、雲の中でのスキー、ひげのある文句お坊さんとのおかしな出会い。エドナ、溶岩の中で美しいエドナは眠っている。美しいエドナの眠り。エドナ、チャーリーだよ。エドナ、君にプレゼントがあるよ。してるわ、チャーリー。